佐伯市鶴見有明浦にやってきました。いや景色、海が綺麗ですね。最高ですね。こちらではこの景色を楽しみながら海鮮をいただけるんです。待ってました。ということでじゃんけんタイム、いきますか。最初はグー、じゃんけんぽい。勝ったまた負けた。2回連続ありがとうございます。佐伯市鶴見の有明浦、鶴見半島の有明湾を望みながら新鮮な魚介類を楽しめる和風海鮮レストランが今年4月にオープンしました。20秒チェックスタート。入るとすぐに磯の香りがすごくするんです。というのが生けすがありまして、サザエや伊勢エビなどあるんですよね。大漁旗は佐伯らしいですね。奥には情報発信コーナー、鶴見の観光案内マップなどあります。気になる看板、しらすのソフトクリームでしょうか。お食事は展望レストラン2階でのお楽しみです。眺めがものすごく綺麗ですね。海一望。そうなんです、最高です。はい、今日はちょっとほとんどうっすらとなんですけど四国が見えます。そんな遠くまで見えるんですか。窓際の席が人気なんじゃないですか。11時にオープンしましたら、だーっと皆さん窓際の席をめがけてわーって最初にあの声をいただける、あ、よかったと思ってこの時期のおすすめはイカと今サザエのフェアをしてるんですけど、それがおすすめですね。すごい豪華ですね。すごいですね、圧倒されます。これがうちの一番人気なんですよ。ではイカの刺身からいただきます。いいですね美味でございます表面がプチっていうような感じと、はいはい、程よい弾力、そして噛み進めていくと甘みが広がってくる、はい、そしてサザエですね。食べやすいように細かくカットしていただいてるんで。おお、すごい聞こえる、はい、そのまんまでも十分、はい、塩味が効いてますね。てます大きな生けすがあったからあそこで置いといて、置いといて、買っといてじゃないですけどこちらも豪華じゃないですか、かなり。その日上がった魚で並びますので、今日はシマアジとかマグロとか生シラスも入ってますね。 うちの海鮮丼は自分で好きな具材を乗せて。これはいいですよね。なかなか見ないスタイルですね。まずはやっぱりお刺身から。大きい日本酒さん大きいですね。そうですか。そうですよ。わあ、ものすごく甘い。油のりがいいですね。今なんですけど油のってるんですよね。鶴見で獲れたお魚は最高ですね。ほんとシラスは獲れる時と獲れない時があるんで、キラキラとしてて綺麗ですよね。ものすごくこうドロッとで、あの程よい苦味というか塩の香りと程よい甘さ、これが相まってたまりませんね。大人の味ですよね。ある時とない時があります。じゃあ今日はラッキーですね。今日ラッキーでした。よかった天ぷらも好きなんですよね。もう天ぷらもプリップリですよ。これはいいですね。サクサクしてる感じ伝わってくるんですよね。どうです、火を入れることによってまた違う甘さが出るなって思いました。そうですね、イカはいろんなアレンジしてもそれぞれ面白いんですね。はい、コイカでも甘辛く炊いてる分はやっぱり赤ちゃんだから柔らかいんで、また食感が違うんですね。おー、コリッと感が残ります。さっと火を通すぐらい。私がイカを味わってる時に岸原さんは海鮮丼を完成させてるなと思ってお気づきになりましたか。すごい。いかがですか、海鮮丼ってこうキラキラしてる感じがいいですよ ね。新鮮なお魚じゃないと、ね、できませんもんね。お、結構しっかりとした歯ごたえがあって、はいはい、さっぱりとした油のり、はい、美味しい。シマアジ本当に人気ですね。シマアジ好き知らんがなやってきましたご褒美タイム。さっき下で見た気になる看板がありまして、はい、シラスソフトクリームですよね。
しかしお盆直後で売り切れたそうです。一番人気なんですよ。しらすが中に練り込んでて甘じょっぱい。もう説明それぐらいにしといてもらっていいですか。かわいい、えらいかわいいクリームで出てきましたね。ソフトクリーム、三好さんハートマークついてるんですね。そうなんですよ。もう私が食べた方がいいですか。そんなこと言わないでください。2つ出すともうキャッてそうでしょうね。かわいい。締めはやっぱりソフトクリーム。だけど気になるのはしらすソフト。全然食感も違うと思い、お味も思ってたのと全然違いましたね。素晴らしい眺めで素晴らしい海鮮お楽しみください。